1905年版、マイヤー百科辞典掲載の地図にある、ナプヤマトタバーン街。20世紀初め頃のケレスト広場。背後に、完成間もない頃の旧エルジェベト橋が見える。画家のアドレル・ローベルトによる19世紀末のタバーンと、ブーダ城。ブダペスト歴史博物館所蔵。21世紀初め頃のタバーン地区。地図タバーンは、ハンガリーの首都ブダペストのアイクにある地域。 南北をちたで、ラのある、ゲッレールと山とブダ城のある城山に挟まれ、公園や温泉施設を抱える。1930年代までは飲食店の集まる、開放的な地区として知られた。なお、ブダペスト以外のハンガリーのいくつかの都市にも、タバーンと呼ばれる地区が存在する。タバーン地区は丘陵に挟まれた谷であり、ゲッレールと山のふもとから温泉が湧き出ていたこと、 ドナウ川の浅瀬に位置していたことから新石器時代より人が居住していた。鉄器時代にはケルトの部族が住み、紀元前一世紀にはローマ人が住むようになった。中世のオスマン帝国主廃期にはブダ城直下の町として、療養のためルダシュ温泉、ラーツ温泉が開発され、バルカン半島から連れて来られた人々が居住した。ハンガリーのトルコからの解放後には、ギリシャ、 ボスニア、セルビアからの難民が来るとともに人口が増加していった。17世紀にボスニアのフランシスコ会が現在も存続する教区教会を設立し、聖教会もまた教区を設立した。ドナウガ市に近い場所にあったデブレンテイ広場の端には高い戦闘を持つセルビア聖教会の大聖堂があり、周辺にセルビア人の集会所や学校、 オジなどが集まっていたブダペストはハプスブルクの帝国内にいるセルビア人にとっても文化の中心地となっており、18世紀末にはオスマン帝国内では禁止されていたセルビア語での書籍の出版社も設立された。18世紀当時、街にはセルビア人、マジャル人のほかギリシャ人やロマなど多数の民族が住み、多くは 漁業やバルカン半島からの運送業などドナウ川に関わる仕事を営んでいた。タバーンはセルビア人の街を意味するラーツの街とも呼ばれた。名の由来となったトルコ語起源のセルビア語タバーンは足の裏を意味する。19世紀になると多くのレストラン、酒場、売春宿を抱え上緒的な場所として知られるようになったタバーン街は詩人、作家、 画家など多くの芸術家を引き寄せてきた。この時代のタバーン街は、丘の中原の数多くの狭い通りに面して、小さな低層の家が立ち並び、中心近くのケレスト広場には、セルビア人聖教徒の旧墓地を記念する、石造りの十字架が立っていた。20世紀初めまでには移民の多くは去っていった。1933年以降、行政の決定によりナプサン地区に近い一部の、 建物を除いて、タバーン街は、ほぼ完全に解体された。セルビア政教の大聖堂は残されたが、1945年の第二次世界大戦のブダペスト包囲戦により他の残る建物と共に大損害を受け、破壊された。街の南端と西端は、現在も名前が残るオロム通りとザコウ通りであったが、それ以外の通りの多くは失われている。現在では、 タバーン地区の主要部分は私立公園となっている。公園には第二次世界大戦で破壊されたものの1980年代に修復された旧ケレスト広場の十字架、1990年代に建てられた1956年ハンガリー動乱の記念碑などがある。ありがとうございます。